っちこっち。もう遅いよ。え、時間ぴったり。はあ、そういうことじゃなくて、待ち合わせの時間自体が遅いって言ってんの。せっかくこんなにいい天気なのに、お昼からとか。朝からだろ、普通。もったいなくないの？時間が。はいはい、わかってるよ。寝るのが何よりも好きだもんね、お前は。どうせ朝に待ち合わせたって、起きれないし。長い付き合いだから、もう身に染みたよ。遅刻しなかっただけで、よしとするよ。はあ、でもさ、そんなんじゃ、一生男の子が寄りつかないよ。俺と遊ぶのもいいけどさ、俺だって、いつかは誰かと付き合っちゃうかもしれないわけだよ。そしたら、どうすんだよ、お前。もしかして、ずーっと一人ぼっちで過ごす気？あんたと付き合いたい女なんかいるのかって。はぁ？言っとくけど、俺結構モテるからな。ああ、お前、どんなにいい男と一緒にいるか分かってない。告白だって、もう何回もされてるし。まあ、どの人もピンとこなかったから。OK はしてないけど。なんだかんだで、俺もお前といるのが、一番楽だと思っちゃってんだろうな。ま、俺の運命の人が現れるまで、一緒にいてくれたまえよ。どうせお前はずっと独り身だろうし。いて、怒んなよ。相変わらず短気なんだから。で、今日はどこ行くんだ？珍しいじゃん。お前から誘ってくるなんて。あ、ペンダント、買いに行く？ペンダント？お前が？いや、別にいいけど。お前、アクセサリーなんか興味なかっただろ。急にどうしたんだよ。好きな人でも、できた？マジで好きな人、できたの？そうなんだ。お前、人を好きになることあるんだ。いや、だってお前あんまり感情ないし。ペンダントプレゼントして告白するつもりなのか？でもまだ付き合ってないんだよな。そのプレゼント重くない？大丈夫？いや、ペンダントは軽いでしょ、じゃなくて、バカなの？物理的な話じゃないよ。付き合ってもないのにそんなの渡して大丈夫かって言ってんの。で、なんで俺がそれに付き合わなくちゃいけないんだよ。男の好みが分かんないからアドバイスしてほしい？なんか気に乗らないな。そういうのって、要は気持ちだろ。自分で頑張って選んでこそ気持ちが伝わるんじゃないの？一生のお願い。お前さ、困ったらすぐそれ言うな。もう何回一生のお願いしたと思ってんだ？ったく、謎のプレゼントに付き合わされるこっちの身にもなってくれよ。わかった、わかったよ。もう来ちゃったから、しょうがない。付き合うよ。そんかし夜ご飯おごりだからな。
じゃあもうパパッと済ませてボウリングでも行こう。ほら早く。思ったよりいろいろあるな。あ、そういや好きな子って誰？図書委員の。ああ、あのおとなしそうな子か。お前ああいうのがタイプだったのか。そうだな、俺だったら。あ、これなんかどう？この色絶対俺に似合う。そっか、俺のじゃなかった。ごめんごめん。あの子もさ、俺と雰囲気真逆だもんな。これじゃあの子には似合わないよな。え？ああ、聞いてなかった。ごめん。何？ああ、いいんじゃない？それなら、大人っぽいし、あの子に似合いそう。俺には、似合わないだろうけど。ああ、それ、買うの？そかそか、よかった。いいのあって。それなら、告白も、あの、さ、なんでもない。あ、俺、外で待ってるよ。あ、帰ったんだ。早かったね。綺麗な包みだね。こんなのもらえたら嬉しいんだろうな。これ渡すんだ、あの子に。そりゃそうだよね。そりゃ渡すに決まって。あのさ、ごめんだけど、ちょっと、こっちに来てくんない？そこの影、人の見えないとこ。いきなり抱きついて、ごめん。びっくりするよな。なんかさ、俺、嫌だ、やっぱり。なんていうか、お前が、その、他の男に告白したりするの。何言ってんだろう。ごめん。ほんとごめん。こんなこと、するつもりじゃなかった。こんな、今まで守ってきた線引き、踏み越えるつもりじゃなかった。散々腐れ縁やってきて、お前は悪友みたいなもんで、一緒にいて楽しいだけで、お互いに別にそれ以上は望まない。気楽な関係だったはず。これからも、そうしていこうと思ってたのに。その、綺麗な包みを見た瞬間、なんか俺の中で弾けちゃった。嫌だ、嫌だ。お前が他の男のものになるなんて嫌だな。俺いつの間にかお前のこと好きになっちゃってた。あの子に嫉妬して初めて気づいた。ダメだよ、俺とずっと一緒にいたのに。これからだってずっと一緒にいたいのに、今さら他の男に乗り換えようだなんて、ダメダメ、本当にやめてほしい。お願い、
お願い。そうだ。一生のお願い。一生のお願い。俺がまだ使ってなかった。一生のお願い。今使う。今ここで使う。なあ、その告白やめて。このペンダント、俺にちょうだい。お前のこと、俺にちょうだい。絶対に、あの子より満足させてやるから。知らないの。一生のお願いなのに、俺、何回も、お前の一生のお願い、叶えてきたのに。そういうの、良くないんじゃないかな。友達を裏切るんだ。そうやって。お前が裏切るんだったら、俺も、もう、お前には容赦しない。どんな手を使ってでも、お前を手に入れる。俺は、お前のこと、何でも知ってる。お前の家も、お前の個人情報も、何だって、お前を落とし入れようとすれば、何だってできる。そうやって、すべてを失わせて、俺しか隣に立つ人がいないようにしてやる。しょうがないよね。お前が裏切るから悪いんだもん。やっぱり、ネックレスくれるの？そっか、ありがとう。でもでも、わかってると思うけど、あれだよ。これをくれるってことは、お前は、俺のものになるってことだからな。そこんとこ、うやむやにしないようにね。お前は、その場しのぎが得意だからさ。釘を刺しとかないとね。どう？似合う？似合うに決まってるよね。お前が俺のために選んでくれたやつだもん。色なんか別に。俺は何色だって似合っちゃうんだから。さて、じゃあ、行こっか。ボーリングはこっちじゃない。ボーリングなんかどうだっていいや。ホテル行こう、ホテル。なんでって、決まってんじゃん。君のプレゼントが、その場しのぎじゃないってこと。ちゃんと、態度で示してもらわないといけないから。期待してるよ。